じゃあ、とりあえずエンジンかけます。で、運搬車もね、種類によって、メインキーの位置、チョークレバーの位置が違うんで、ね、これ年式によって違うんだよね。で、この場合はここに、メインキーが、これで起動する。ガソリンの送り出す込む量が多くなってガソリン濃くなるんで、こうやって回転数が多くなる。チョークレバーは冬場とか朝寒くて、始動が困難な時のみ使うようにしてください。はい。で、あとね、こっち側回ってもらうと、これは四駆になってるんで、肉と四駆の切り替えのレバーがこうやってあります。今肉状態、こうすると四駆になります。普段は四駆にしっぱなしになってるんで、うん、これで走ってくる。で、まあ、アクセル、ブレーキ、クラッチとペダルがありますけど、これは椅子から降りて操作することもできるんで、手で操作する用のアクセル、クラッチ、ブレーキもこれもレバーとしてくっついてます。で、基本的にはね、クラッチ操作はこのハンドレバーを使ってやるようにしてください。あくまでね、フットクラッチ、フットブレーキはまあ予備的についてると思ってもらった方がいいかもしれない。ちょっと走り出してみますけど、まあ、エンジンかけるときはね、必ず走行クラッチが切れてるかを確認する。これ安全装置ついてて、クラッチレバーが切れてないとセルも回らないようになってます。ここ回すと、あとはクラッチレバーをつないでやれば、この前で、ね、移動調整でやる。止まるときは必ずレバーでクラッチを操作。通常でもね、これ2速とか3速で発進ができるようになってるん で、まあ、後ろが空荷だったら3速スタートも全然できます。後ろに物が乗っかってると2速スタートの方がいいかな。1速でスタートするっていうのは、よっぽどぬかるみがひどいところであるとか、もしくは降りて操作する場合。セル回らなくなったけど、回らないときはこうセル回しながら、必ず一足しか使わないようにしてください。で、あと最後、これダンプ機能がついてるダンプレバー、ここにダンプ操作のレバーがあります。スロットルを上げて、回転上げて、こうやると操作する間ダンプが上がります。後ろにゴミとかを積んで、でゴミ捨て場でダンプ機能を使ってゴミを下ろしてというような感じですね。で、下げるときは下げるにすれば油圧が抜けて勝手に下がります。で、下げる場合も途中でこうやって止めないで、必ず一番下まで下げ切ってから移動するようにしてください。とりあえずはざっくりこんな感じ。